小学生の頃は結構いろんなスポーツをやって、あ、そうなんですか？それこそ父親と野球やったりとか、まあ、スイミングに習ってたりとか、はいはいはい、子供が頑張りたいと思ってるんだったらやらせてあげるよみたいな、そうですね、そういうスタンス、やりたいっていうことはやらせてくれて、お母さんのスタンスはどうですか？自分で言い出して家族会議みたいな開いて、だから高島家は家族会議があるらしい家族会議があるんですね。なんか高島家史上大きかったのは大河大学受験と、あとまあ選挙ですね。選挙、選挙も家族会議もう政治になってるじゃん基本的なこうドイツの学校というのは、まあ、10歳時点で、まあ、職業選択というかどういったことをこう勉強していくか、机に座って多分授業とか整列みたいなのがないですね。ない、はい、なんでうちの子は前習いとかできないと思いますほんと全く同じですね。こういうことなのよ、みんなやっぱりそのこういうことなんですよ上にぶち当たったことありますかとか聞かれるんですけど、基本的にないって言ってるんですよ。僕はなんか夢と目標を別で考えるべきだと思ってるんですよ。ニュースピックス教育番組エルパッション特別編始まります。今日はですね、特別編ということで、豪華なゲストに、来ていただいております。世界的ビッグクラブリバプールに所属しまして、サッカー日本代表キャプテンということで遠藤航さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠藤さんも4人のお子さんがいらっしゃる、はい、4人いますね。ということで一番上が11歳で、はい、まあ、9、8で5っすね。5、はい、なんでまあ、楽しみながら、はい、子育てします。でもなんか遠藤さん情報を見るとなんか子育てもかなりされてるっていうか、午前中練習してお子さん迎え行ってとか、あ、そうですね、送り迎えとかはできる限りやったりやってる、はい、やってます。素晴らしい。でもまあドイツ、まあ、日本でももちろんご自身は育ってで、ドイツ行ってまた、はい、今イギリスということで、はい、まあ、そういった環境もあるので、まあ、どういうふうに変化があるのかとか、なんかそのあたりもぜひお聞かせいただければというふうに思ってます。よろしくお願いします。お願いします。続きまして、兵庫県芦屋市長に歴代最年少で当選した高島亮介さんです。お願いします。お願いします。高島さんといえばもうえげつない経歴ということで有名ですよね。それは、ね、世の中にもかなり発信されてるという、はい、もともと灘出身で東大を中退ではなくて東大半年いたんですよね。そうですね、はい、東大入学して半年して、その後ハーバード大学に進学ということで、はい、海外大に行ってますけども、特にトップスクールですけど、なんかそのあたりはなぜそこに至ったかみたいなのってなんかあるんですか？いや全く海外自分が行くと思ってなかったんですけども、高校の先輩に、うん、まさにハーバードに行った先輩がいて、はい、高島アメリカン大学行った方がいいよって。なるほど、それ僕の友達でもありますね。あ、そうですね、そうですね親友、親友の友達がいまして、その後輩にも言われて、はぁと。でも英語話せなかったんで無理やろうなと思って、いやそんなんって言ってたら、とりあえず見に行けと言われて、ほうほうほう、で高校2年の冬に見に行ったんですよ。なるほど。みんな本当自分が好きなこと一生懸命やってて、うん、生き生きとしてて、うん、これはいい環境やなと。でそういうところで学びたいなと思ってアメリカに。なんで東大行ったんですか最初に？東大は行きたかったゼミがあったんですよ。あ、でもそこで思いが捨てきれずにハーバードに行ったって感じですね。そうなんだ、やっぱ違うなと、やっぱハーバードだと思った。 そのあたりもちょっとお聞きしたいなというふうに思います、はい、よろしくお願いしま します。続いて今日は保育園の経営をされているということで、幼児教育のプロの方に来ていただいてます。株式会社エデュリー代表の菊池翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな保育園をやられてるんですか？例えば電車とか、うん、生物とか、まあ、電池とかをですね、そういった社会とか科学のテーマをひたすら本物体験を通して探求していくと、そういったこのプロジェクト型保育と言われるものをやっています。で今結構そのいろんな保育園でそういうアクティブラーニングっていうのを始めてるんですけど、うん、うちみたいに地域資源を最大限生かしてこういろんな本物に触れていくみたいなことをやってるところはあんまりまだないので、はい、そういった保育園をやっています。まあ、0歳から12歳までの育て方っていうのも一つのテーマで話していきたいと思ってるので、ぜひちょっと専門的な知見からも、はいはい、お願いします。今日はですね、ちょっとテーマとしましては世界で活躍するトップリーダーの育て方というテーマでやっていきたいなというふうに思ってます。遠藤さんも高島さんも世界で戦っていきながら別々の道ですけれども活躍されているということで、まあ、その中でどういうふうにですね親御さんがどう向き合ってきたのかとか、今どう考えられているかとか、そんなことを深掘りしたいなというふうに思ってます。でそのテーマとしてですね、まずお二人の幼少期とかそもそもどう育ってきたのっていうところをちょっと深掘りたいなというふうに思ってます。まあ、12歳ぐらいまでですかね、まあ、自我がこう芽生えていくのがまあそれぐらいだというふうに考えると、それぐらいまでにそもそも親御さんはどう育ててきたのか、自分はどんな子供だったのかみたいなところから
やっていきたいなというふうに思ってるんですが、はい、今日はちょっとフリップにですねたまりをお二人に書いてきていただいてるんで、まあ、それをもとにちょっとお話していきたいなと思ってますが、せーのじゃん、じゃん、遠藤さんは自分で考える力を身につける教育、うん、高島さんは大人扱いしてくれと、はい、なるほど、いいキーワードですね、はい、なんか遠藤さんがちょっとお聞きしたいんですけど、これ自分で考える力をっていうのは、はい、親が意図的に身につけさせてくれたってことなんですか？基本的になんか意見をすごくこう親が言うわけではなくて、やっぱり自分でどうしたいのとか、こうしたいんだ、じゃあどうなりたいのかみたいなことをやっぱり聞いてくれる。で僕もやっぱり自分でいろいろ考えながら、やっぱサッカーが好きで、うん、まあ、サッカー選手になりたいとか、うん、小学生の頃は結構いろんなスポーツをやって、あ、そうなんですか？それこそ父親と野球やったりとか、まあ、スイミングに習ってたりとか、はいはいはい、パターゴルフしたりとか、まあ、なんかいろんな遊びを自分がこうやりたいっていうものに対してすごくこう親切に向き合ってくれた父親だったんで、いつ頃からなんかこうスポーツというか球技が好きだなと思い始めたんですか？はい、まあ、でも幼稚園生ぐらいからもうサッカーはしてましたね。あ、そう、友達と一緒にボール蹴るのが好きだったりとか、まあ、でサッカーを始めたのは小学校1年生の頃、本格的に教室に入って、はい、そうですね、まあ、元々父親もサッカーやってたので、あ、やっぱそうなんだ、まあ、なんかこうサッカー触れ合う機会がやっぱり小さい頃からあって、それはお父さんとしてはサッカーやってほしいなっていうよりは、うん、お父さんも好きだから単純に遊んでたみたいな、そんな感じ、まあ、そんな感じだったと思いますね。僕が小学校の頃は父親はなんかこう野球をやると思ったぐらい、一時期野球をずっとハットハマりしたんですよ。野球と一緒にやってた時とかもあったぐらいなんですけど、はい、でもそれもある意味もう任せるというか、子供が頑張りたいと思ってんだったらやらせてあげるよみたいな、そういうスタンス、やりたいということはやらせてくれて。お母さんのスタンスはどうなんですか？母親も一緒ですね。同じなんだ、はい、やりたいことをとにかくやってくれる、あ、やらせてくれる、あの両親でしたね。ご兄弟は？は僕弟とちょっと年の離れた妹がいるんですけど。3人兄弟。そうですね、うん、まあ、弟と一緒にやっぱり常にボール蹴ったりとか外遊び行ったりとかっていうのはしてましたけどね、うん、でも親御さんはそれ教育方針としてあったんですかね、うん、ここまで詳しく聞いたことはないですけど、うん、まあ、でも僕はそのスタイルで良かったというか、まあ、なんかそうやって自分で考えるきっかけを常にこう与えてくれたので、それはこう考える力はすごく身についたなと思ってますけどね、はい、でもその6歳から12歳ってなってくると、うん、結構こうレベルが周りも上がってくるし自分も上がってくるし、はい、いよいよ本格的にサッカーをやるのか否かみたいな判断になるじゃないですか、うんうんうん、そこでプロになりたいってもその時点で思ったんですか？思ってましたね。思った、はい、サッカー選手になりたいと思ってましたね。その夢ができたのはいつなんですか？それも小学生ぐらいです。やっぱそうなんだ、はい、それ言ってたんですか？まあ、言ってましたね。サッカー選手になりたいって言ってましたね。なので、まあ、父親もそれは理解してたし、うん、一緒にそういうことスタジアムに行って、あの、そうなんだ、試合一緒に見に行ったりとか、まあ、僕がサッカー選手になりたいっていう思いはあの伝えてましたね、はい、大事かもしれないですね。なんかこうやりたいと思った時に、はい、本物を見せに行ってあげるっていうのも親が要はある意味サポートしてくれてたってことですよ ね、 そうですね。じゃあ見てみるかって、はい、見に行きたいって言ったら連れて行ってくれてたんで。はあ、ちなみに吉田さん、スポーツの幼少期のなんか意味合いっていうか、やった方がいいとかやるべきだと思われます？あのスポーツを、まあ、そのまあ、短時間でもそうなんですけども、まあ、中度から強度ぐらいのこう運動をまあやると、はい、まあ、その後の学習効率が上がるっていう、あ、まあ、有名な実験がありまして、まあ、イリノイ州で1992年からこうスタートした実験なんですけど、うん、まあ、実際ゼロ次元体育っていうもので、まあ、1次元目のまあ学習効率を上げるために、まあ、朝早く来てまあ運動して心拍数を185まで、185すごい具体的に、はい、どれぐらいなんだ185って。まあまあ走ると185は多分本気でダッシュしないと上がらないと思うんですよ、ね、ちゃんとそのなんかこう測る機械までつけて、その185になったら、まあ、行っていいみたいな。ウケる。みんなやった方がいいんじゃないですか、それ。アップルウォッチから見つけて。結構今の学校って朝読書ってやるじゃないですか、はいはいはい、むしろなんかこう黙って瞑想しましょうみたいな感じですけど。あ、そうなんですか、最近の学校って。185まで上げるんです。逆にアクティブにした方がその後いいの。そうなんだ。でも疲れた時もなんか走るといきなり元気になったりしますよね。まあ、そうですよね。集中できる、集中力上がるみたいなのがあるんで、小さい頃からの学習習慣というか、まあ、運動習慣が学習効率を上げて、こうのループを作っていくみたいなところはあるかなっていうのは。遠藤さん、はい、勉強の方は結構ちゃんとやってたんですか？やってたかっていうと失礼ですけど、やってないとか言いたいわけじゃない。なんかどうなんですか？でもバランスっていうか、その他の趣味もあるわけじゃないですか。もちろんそうですね。ね、なんか友達と遊ぶとか、ゲームをするとか。はい、小学校くらいまではあんまり勉強やっぱ好きじゃなかったですね。好きではない。もう夏休みとかになるともうギリギリまで貯めて最後に一気にやるタイプだったんで、やっぱりサッカーとか運動とか遊びに行くのが好きだったんで、小学生の頃遊んでたイメージですね。なるほど、はい、子供がそうなっていったらどういうふうに声かけるかってありますよね。
僕は好きなことをやらせてあげたいっていうのは思ってるんで、うんうん、勉強もこうやりなさいって言ってやるようになってもあんまり僕は意味ないと思ってるんで、なるほど、それも、まあ、実践じゃないですけど、うんうん、自分から宿題やれるようにとか、うん、まあ、勉強好きになってもらいたいと思ってるんで、うんうん、なんかそのアプローチの仕方をこう常に考えてるって感じですね。なるほど、はい、今は結構その学んでいく、それこそこのニュースピックスを見ていただいてるのもそうですけど、はい、なんか学んでいったり自分なりにこう解釈していったりとか好きなんですか？そうですね、僕は好きですね。じゃあそれが変化があったわけですね、はい、なんか一つ興味持つともうずこうなるタイプなんで、まあ、調べ て、はい、本読んだりとか。プロの選手もやっぱそういう学習能力っていうのがやっぱ大事だったりするんですか？賢い選手の方がやっぱ選手としても成功しやすいとは思いますね、はい、やっぱサッカーだけではなくって、まあ、人としてもそうだし、うん、まあ、なんか考え方みたいなところがしっかりしている選手っていうのは、うん、特に日本代表になるような選手は多い気がしますけどね、うん、まあ、そうですよね。だからやっぱそのあたりもスポーツやらせながらもいろんなものをこう吸収できるような、うん、自主的にそれができるような子に育てるみたいなのが大事だって、はい、うん、そうです。続いて高島さんですが、はい、高島さんは大人扱いですけど、はい、高島さん勝手なイメージですけど勉強めちゃくちゃ好きだった子なんじゃないかと思うんですけどどうなんですか？まあそうですね、なんか元から結構その嫌いではなかったなと思うんですけど、うんうん、新しいことをこう知る、うん、学ぶことがすごく楽しいなっていうような環境をやっぱり作ってもらえてたのが大きいと思います、ね。それ具体的にどういうことなんですか？なんか例えば本当些細なことでもいいんですけど、なんか例えばちっちゃい時にお散歩したりとか、まあ、することってあるじゃないですか、はい、外出ようかみたいな、はい、その時になんかいろいろ子供心にこう気になることってあるじゃないですか、はい、例えばなんでお花ってこんな綺麗な色なのかなとか、はい、空ってなんで青いのかな、うん、でそういうのをあの例えば母と一緒に散歩してたら一緒になってこう考えてくれてたんですよね、うん、なんでかな、お母さんが知ってるわけじゃなくて一緒に考える、あのこうだよって言われるんじゃなくって、当時なんでグーグルとかもせずに、はい、なんでかなって言ってお互いこうかなこうかなって言い合ってたみたいなことが、うん、まあ、最初本当ちっちゃい時やってたみたいで、そういう、こう新しいことを知る、そういうのにやっぱり興味を持つっていうのはすごくこうそういう時の幼い頃の原体験ってあったんじゃないかと思いますね。それは後から聞いたんですか？後から聞きました、そうやってやってたよって。じゃあやっぱお母さんの中ではそれが意図的っちゃ意図的だったなのかもしれないですね。なんかでも なんだろう、絵本を毎日50冊読み聞かせてたっていうんですよ、親が。あ、そうなんですか。やばと思って反省しましたよ、僕。1冊が限界でしょ、親。で、まあ、絵本なんでこれぐらいのね、まあ、ね、ですけど。だけど毎日それぐらいやってたってことでしょ。ハイハイでこうやってこう、な、分かります？なんか雑巾掛けみたいに絵本持ってきてたって言ってます、ね、読めってハイハイで、はい、それ1歳とかってことでしょ。1歳とかってことですよね。あ、そう、天才かよ。で母が、まあ、当然寝落ちするじゃないですか。もう先起こしてたみたいなので、まあ、読めて、そういう意味では本当ありがたいですね、うん、はあ、だそれには向き合ってはいたくれてたって、ね、そうですね、疲れてたけど、はい、でもそのある意味なんかこれをやった方がいいよとかこうやったらみたいなアドバイスとか結構そういう強いなんか教養みたいなものもやっぱなかったんですか？両親からですか？なかったですね。12歳までっていうと多分一番大きな意思決定って中学受験だと思うんですけど。確かに。ですもんね、奈良中だから中学受験されてるんですか？そうです、そうです、うん、小学校5年生の時に塾に行き始めたんですけど、はいはいはい、それもその元々自分で小学校の同級生、公立の小学校だったんですけど同級生が受験するってのを聞いてやりたいなと思って。なんでそれやりたいと思ったんですか、ね、なんでなんですかね。え、学校見に行ったんですか実際？で、文化祭に行きました。あ、やっぱ行ったんだ、はい、で、めっちゃ楽しそうと思って、で、一番嬉しかったのが